皆さん、こんにちは。しばらくやってなかったんですけど、時折やろうと思ってますけど、よろしくお願いします。つけてなんていうのか、テンプっていうか、それにつけときましたけど、今日はですね、宗教の構造、まあ、仏教でもキリスト教でも多分本当はよく知らないんですけれど、調べてないですから、個々の宗教、おそらくまともな宗教は普遍的な構造を持ってると思うんですね。で、それをそのイメージをですね、ご説明したいなと思うんですけど、そうするといろんなことが分かりやすくなっていくと思いますんで。で、ですね、取っかかりとしてですね、これつけときましたけれど、インドの哲学者の人で、これヨガの人ですね、ヤージュニニャバルキャっていう人がいたらしいんですけど、名前なんかどうでもいいんですけど、これでウパニシャッドっていうのがあって、その哲学的になんか難しいことをいろいろ書いてあるらしいんだけど、要するに昔はですね、昔のバラモン教だとアートマンとブラフマンっていうやつですね、これがあるっていう話で、それで、書いてあるのはですね、このまま読みますと、彼の哲学の中心はアートマン論であると。彼によればこの世界は全てアートマンに他ならないと。全部アートマンだと。それは唯一のものであると。しかし一方では、アートマンは純粋の意味で認識の主体に他ならないのであるから、決して対象にはなり得ない。したがって、それは把握することも表現することも究極的には不可能であることを示し、アートマンは何々でない、何々でない、ネイティー、ネイティー、としか言いようのないことを説いた。あ、これはウィキペディアに出てるやつ、そのまんまの引用です。でですね、いろいろ、世界に宗教っていうのがあると思うんですけど、そのうちのひどいやつはちょっと全然別ですけど、まともなやつですね。いや、まともじゃないって人もいるかもしれないけど、例えば仏教とかキリスト教とか、バラモン、ヒンドゥー教、多分道教とか、そういうのも、イスラム教なんかも多分そうなんだと思って、よく実際わかんないんですけど、調べてないからわかんないんだけど、同じ構造を持ってると思うんですね。いろいろ今なんかややこしいことを口で言いましたけど、彼が言ってることは、一つは、なんつうの、宇宙はアートマンだと。2番目、アートマンは捉えようがないと。こういうこと言ってるんだ。アートマンは捉えようがないと。こういうこと言ってるわけですけど。でね、非常に難しく感じるんですけど、話は非常に簡単です。もっと、小学生でも分かるような話でありましてですね、普通に考えてきゃすぐ分かる。で、ちょっと上は置いておきます。まず下からいきます。アートマンは捉えようがない。アートマンっていうのは、この場合、なんていうのかな、こう、宇宙の本質とか、そういう
いや、まあ、まあ、もっと言えば個人の本質とかそういうものなんですけど、要は私は何かと、私というものを追求していった時どうなるだろうかと、こういうことですね。だから理由はともあれですね、まあ、理由いろいろあってもいいわけですけど、まあ、物事をいろいろ考えていくときにですね、いろんな考えをするのは私なわけですから、だから私とは何かということがわからないとですね、例えばですね、どんなイデオロギーを取るかとかですね、どんな政権がいいかとかですね、衆議院選挙で誰に投票しようかとかですね、よくわからないと。私、そういうことをいろいろ考えている私というのは一体何なんだろうかということになるわけですね。で、私というものを探すわけです。そうするとですね、答えは非常に簡単なんですね。私は見つからないんです。これは非常に簡単です。要は、まあ、このなんだっけ、ヤージュニア・バルキアさんが言ってる通りで、認識の主体に他ならないのであるから決して対象にはなり得ない。これこういうことだ。いいですか。要するに目は目を見えないと、私は私を分からないと、こういうことだ。だからというのはなぜかというと、ここは私がいますね。で、私を探してるわけです。私が私を探したときですね、どのような結論があっても私ではないんで、私はそれを探してるもんだから。例えば、私はですね、例えば、これが自分だと思ってるわけ。例えば、小学校はこのように出て、中学をこのように出て、まあ、なんか高校出たり、まあ、大学行ったりとか、なんかどこどこ就職したり、そういう経験の塊であると言ったら、それは確かにこっち側は経験の塊だな、対象だから。だけどそれを調べてる私ではないんだよ。私というのは、だから、例えば、じゃあ、私というのは、この170センチの体で、100年の、170センチで、100年生きると。100年は生きないけど、まあ、80年だから、なんか知らないけど、生きると。言うとですね、これは、その、私の、こっち側の探してる対象ではあるけど、私ではない。だから私はどうやっても私を見つけることはできない、絶対にできない、非常に簡単になるんで。だから、まあ、ここ、まあ、今度別のところでやりますけど、我々の最大の誤解はですね、私は私のことを分かってると思ってるわけ。私はこういう経験をしてね、私はこういう性格で、私は、なんだ、いついつに生まれて、いついつに死んでしまったと、いついつぐらいに死んでしまうであろうと、で、まあ、死んじゃったとどうなるんだろうかとかいろいろ考えたりもするかもしれないけど、まあ、いずれにせよそういうことがあるわけだけど、それはことごとくこの対象だから、それを探してる私ではないと。それを探しているのが私なんだから。ということでよろしいでしょう。で、それで、よく私たちの一般的な誤解として、私は私を知ることができると思ってる。また知ってると思ってるわけ。これ誤解なんだ。知り得ないんだ。逆に言い方すると、要するに私っていうのは、いつもここにいるわけです。
過去にはいないんだよ。いつもいるのはここなんです。だからここで調べてるのが私なんだ。今ここで。昨日調べてるのが私じゃない。今ここでこうやって喋ってるのが私なんだ。こうやって考えてるのが私。で、これで私とは何だろうかって、こう探してるのが私であって。だから、探したいろんな対象っていうのは私ではないんだよ。つまり、私だと思ってることは、ことごとく間違いであると。それは私ではなかったと。こういうことになるわけ。別の言い方すると、私は規定ではできないんだ。これ、非常に単純ですけど、ものすごく大事だし、これが分かれば、まあ、これが分かればっていうか、僕も非常にほっとするものがありますよ。で、ここで二通りの、流れになるんですけど、一つは、まあ、私っていうのが対象として把握できないと。いうときに、我々は表現するのは私はないとなるわけ。まあ、ないじゃなくてもいいんだよ。見つからないでいいんだけど。見つからない。見つからないっていうことはどういうことかっていうと、これはないってことだ。ない。だからそうするとどういうことになるかっていうと、今こうやって喋ってる私はいないと。いないと。で、これはこのあのビデオを見ている今皆さんは今いないと、こういうことになるわけ。つまりこれは、まあ、そうじゃない方もいらっしゃるかもしれない。一般的に言って、要するに自分という塊がこの体の中にどっかにあるような気がしてるわけで、この自分という塊があって、そしてその塊が体を持っていて、要するに私の体って言ったり、私が見てるって言ったり、私が考えてるって言ったり、その主体があると思ってるわけで、その主体を知ってると思ってるわけで、この主体はなぜか体に結びついてるわけ。ところがさっき言ったように、それはどうにも規定ができないんだ。だからこの体にもないんだよ。ないんだよ。だからこの塊はないんだよ。ですから私という塊はなかったと、こう言えるわけ。そうするとどうなるか。例えばですね、今パソコンをご覧になってると、パソコンだかスマホだかご覧になってると思うんだけど、そのスマホは あなたの外にありますか、内にありますかっつうと、まあ普通外にありますと答えるわけだけど、それは内側にあるという感覚があるからなんだよ。塊が自分という。そう、ところが理屈で言って、論理的に言ってそんな塊はないんだよ。今この瞬間に塊はないと。そうすると、どういうことになるか。今までこっち側にあると思ってるわけ。それで皆さんのそちら側があると思ってる。内側と外側があるけど、内側がないとなった時、外側しかなくなっちゃう。
内側に自分があると思ったのがそこにないと、そして外側にしかないということになって、そしたらどうなるかっつったら、どうなる、もう全部が要するに見てる聞いてるもの外側が要するに自己だと、こういうことになっちゃう。これが宇宙はアートマンであるっていう意味だから、別になんてことはない。自分はこっち側に聞いてパソコンを見てると思ったんだけど、実際は、まあ、表現として言うとパソコンが自分だった。非常に簡単です。こっち側なきゃ全部が自分なんだ。自分っていう規定されたものを作ったから自分以外のものが生まれたんだよ。自分というものを規定できなかったら全部自分だ。だから全宇宙は自己なんだ。そしてだから全部地球全体アンドロメダ星雲からですね、なんだか分かんないけど、もう全部自己であると、自分であると、こういうことになるわけですけど。で、その、じゃあ全部が自分だと。アートマン、これ、まあ、イコール自己ですよね。で、もう一回戻すわけで。じゃあこの全部、要するに、ちょっと表現良くないかもしれないけど、そういう全宇宙を背中にひっつかえんだ感じで今喋ってるわけで。だから、私個人が喋ってるわけじゃないんだ。全宇宙がこうやって喋ってるわけです。で、その時に、私はないと、まあ、言ったんだけど、だけど、この、ないものがあるわけだ。ない、ないって言っても、こうやって動いてるわけだ。何か得体の知れないものが動いてるわけ。それはもちろん全宇宙ではあるんだけれど、一方では要するに全宇宙と規定することもできないから得体の知れないものなの。何かな。それを、例えば禅なんかで、禅でもいいや。何でもいいんだけど、その、何々でないと、要するに規定できないもの、規定できないけれど、規定っていうのはこの規定ね、定義できないけど、規定できないけれど何かあるもの、それをまあ話戻すとアートマンと呼んだり、あと例えばなんていうの、仏と呼んだりで、一番わかりやすいのは神だな。無為の信任とかね、臨在なんかだと無為の信任。本当に動いてるもの。と読んだりするわけ。これも、で、要するに訳のわからないもの、全くの、なんつうの、全く定義のできないもの、もしくは宇宙、こういう感じになるわけで、ですから。イメージはわかりになっていただいたかと思う。要するに、この宇宙でやめてもいいんだけれど、ただ、この宇宙でやめちゃうと、あれだから、これの、まあ、いわゆる宇宙の根源っていうか、そういう感じで見ていくと、その、また、わけのわからないものっていうことになっちゃうわけ。
ないけどあると。そのな、ここでですか、表現として、要は表現できないものを表現しようというのが仏とか神とか無為の神人とかで、あ、もちろんアートマンとかこういうことになる。で、まあ、歴史的に言いますとね、ちょっと寄り道して歴史的に言いますと、もともとアートマンとかいうのを否定したのが仏教だって、こういうことになってんだけど、それは確かに、インドの歴史の中でこのアートマンを実体化しちゃってね、まあこれが輪廻転生するわけだけど、この輪廻転生する死体を、まあ実体として、要するに規定できないものじゃなくて、なんか、あたかも本当にある、なんか塊としてあるような方に見ると、それは、そういうことじゃないから。それを否定したのが仏教と、こういうことになるんですけど。だからそれを規定できないもの、実体で、いわゆる実体っていうのは、我々が、まあ、もう正確に言う、我々が掴むことができるという意味でのものではないという、掴むことができるものではないという、ないのに、言葉をつけられないものに、あえて言葉をつけたのが、仏とか神とか無為の神人。これは手をつけようがないし、これは捉えようがない。だから知り得ないんだよ。知り得ない。そうするとね、構造が非常に簡単なんだ。これ知り得ない。知ってるものはダメなんだよ。知ってるものは仏でも神でも無為の神人でもないんだよ。そうするとどういうことが起きるかっていうとですね、まず最初はまあ理屈の上で言うと迷いの世界が入るから、個人から入るわけだね。例えば、まあ、私、渡辺何がしである渡辺何がしという個人から入る。で、これが宇宙が対立してる。宇宙。対立してるっていう言い方よくない。宇宙があって、個人がいると。バラバラになってる。要するに、パソコンがあって、私がいる。机があって私がいると。私と机、私はパソコンを見たり宇宙を見たりしてるわけだ。こうやって。これとこれは別々なんだ。これだけど、よくこう探求してみるとですね、さっき言ったように、これがないと。見つからないと。見つけられるものは自分ではないと。いうことが分かったら、これはこうなっちゃうわけ。宇宙に。宇宙になってしまう。一つになっちゃう。で、じゃあこの宇宙は何か、この宇宙は何かっていうのは、要するにこの私は何かっていうのと一緒ですから、個人も宇宙もないわけだ。宇宙イコール個人だから、この私は何かって言ったらわからないんだよ。わからないものから宇宙が来てるわけ。こういうこと。で、これが神だよ。で、それが具現化すると。宇宙なんだ。つまりこれでもなんか非常に抽象的に感じるけど、私たちのことです。だから別に私のことで言えば、私の本体はこれわからないもんだ。見えないもん。
で、それが、これはもうどうにも手のつけようがないと。それが現れてるわけ。この体として現れ、この宇宙として現れてる。そしてここで迷いが起きるわけだ。ここに迷いが生まれる。迷うと個人と宇宙が別々に見えるわけ。私はこっち側にいて、パソコンは外側にあるよと、あっち側にあるよと、あなたは向こう側にいて、私はこっち側にいるよと、こういうことになる。こういう構造になる。そうすると、どういうことになるかっていうとですね、ここに無限絶対なるものがあるわけだ。要するに、不知のものだな。不知で無限絶対、要するに、まあ、これ、まあ、両方無限で、要は、こう、全くの不知だよ。これが、だから神。神、まあ仏はね、これ、まあ、両方のいろいろ意味なんだよ。神もいろいろあると思う。仏、なんだ、真如、まあ絶対者でもいい。あのなんだ、アリストテレスで言うとアンムーブドムーバー。アンムーブド、要するに不動の動とか訳すんだよ。要するに動かされることはなく動かすもんだな。だから第一原因とかなんか言ってるの。それでその上が宇宙だ。で、これを具現化しているのが宇宙を、それでこの流れがわかるというか、なんかっていうのは、ここで自己ができる。自分っていうのは個人でもいい。でこれをなんつうの、もうこういう、まあ今話してるのは理屈ですけど、体中でしっかり分かっちゃった人が出てくるわけですね。で、宇宙と一体化した。要するにこの縁のとこ、このグラウンドと一体化したでもいいや。ここと、別の言い方すると、クリシナムルティなんかで言うと、規定とかグラウンドとか言うね。要するに、これが絶対的なもんだ。ここから宇宙が生まれ、それでその中のあれ一員、その中の一員というか、そのものとして個人とか自分が生まれていると。で、これが、だから、これでなんかしっかり分かっちゃった人、まあ、我々もそうではあるんだけれど、よく分かってないから、このところが。で、こういう人に、ブッダとか、ブッダ、仏さんとか、キリストとか、こう出てくるんだよ。まあ、マホメットなんかも出てくるんでしょ。こういう構造ですね。これだけの構造。で、だから、キリストなんかの、キリスト教なんかで言うと、まあ、あんまり知らないで言ってるのも、本当は問題あるんですけど、もう、そうに違いないと思ってるんだ。この縁のところが神だよ。で、この宇宙っていうのが、この宇宙っていうか、これが、これ全部充満してるわけね。全宇宙に。このものが具現化して、見える現象世界は全部ここから出てるから。で、これが、なんだっけ、精霊か。精霊ってこんな字ですか？だからわかんない。
聖霊、それでこれでキリストと、そうするとこれが何つうの、三位一体説と、これ三つが一つだよと、これ三つ一つなんだよ。ここはそれで仏教だけど、ここは大日如来とかね、あとね、まあだからまあこことここのニュアンスがまあかなりくっついちゃってんだよね、ここら辺ね。本体は知りようがないんだよ。ただ第二その現れて具現化してるのはこの現象世界。でここからですね、非常になんつうの、あのなんつうの、あの面白くもないけど、そのあれが出てくるんですけど、結局ですね、今こうやって話してる私ですね、で今これをお聞きになってる皆さんですね、気がつこうか気がつく前かに関わらずですね、すでにこれなんだ、つまり私も皆さんもですね、こう言うと非常に問題を起こすんですけど、神であり仏であり真如である、無限絶対の存在であると、だからまあ仏教なんかで言うと修行本来仏なりなんて言いますけどね、だからややこしくなっちゃったのはですね、なぜこうやってこの世の中がこんなにあの結構大変になっちゃったか、生きていくのが大変になっちゃったかって言ったら、要するに自分っていうのがあって、それを自分は知っていて、そしてこの体の中にあると、とんでもないものを自分だと思い込んじゃったと、こういうことなんですね。ここに尽きるんだ。もともとはるかに、まあ赤ん坊の頃はそう思ってるんだと思うんだよね、物心ついた時は。でだんだん年取るつか年齢重なりつつやって、体の中に押し込められちゃうね、押し込められてきちゃったと。でそこから逃れようと、まあ努力をしてるということなんです。そうするとですね、でそうすると非常に奇妙な一方でですね、私、我々こう日常性的にですね、非常に不自由を感じてるわけです。で、その不自由を感じてるからですね、なんとかそこから逃れたいとこう思うわけですけどね、これでわかるようにですね、もうすでに、もう、なんつうの、自由なんだよ、実際。だからまあ、いろいろ座禅やったり念仏やったりして、その修行されてる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、あらゆる修行ってのは無駄なんだ。すでにもうそれなんだ。なんかヒンドゥー教でかなんか、あなたはすでにそれなんだっていう、それなのだっていうのがありますけどね、そうなんだ。だからもうあとはそこに気がつくだけだから、努力の範疇じゃないんだ。だけどかといってですね、じゃあ自分は神であり仏であり、もうこう真如であると、だからもう何もしないでいいのだと言って、まあ理屈だけで分かってもですね、これまあ全然、まあ自分で納得できないわけね。日常性の中で問題を起こすわけです。そうすると一体どうしたらいいのかってことになる。どうしたらいいのかっていうのは、要するに何やっても無駄だと、すでにそれだから、要するに到達すべき自分にもうすでに到達しちゃってると、
到達すべき自分というのは何かと言ったら絶対自由な自分です。悩み苦しみのない自分です。そこに到達しちゃってるの。到達しちゃってるのに到達しようとしてもしょうがないなと。かといって何もしなければ無知のままだよ。この不自由な人生をずっと死ぬまで送んなきゃいけないと、こういうことになるわけ。そうすると答えはまあそれなりに簡単なんだよ。やっぱり私を探す旅に出なきゃいけないんだよ。やっぱり私を探さなきゃいけない。これただ探すときにこれを理解していかなきゃいけない。理解しながら探すんだ。理解しながら探すというのはどういうことかというとですね、これを理解してないと本に頼ったりですね、そのなんつうのかな、修行に頼ったりですね、その依存しながら依存しちゃうんだ。誰かの、まあ私の話も含めて誰かの話聞けばなんかわかるんじゃないかとかですね、それで騙されちゃうんだよ、早話が。仏教書たくさん読めばね、わかるんじゃないかとかね、わかんないんだよ。なぜなら、すでにそれだから。だから、全く必要がないってこと。だから、私自身に直面していけばいいだけの話じゃない。それで私自身に直面するっていうことはどういうことかっていうと、本当は必要がないって言えば必要ないんだけど、例えば座禅するとかですね、まあ、こう自分のことに、自分がの状態に気をつけてるとかですね、そういうことなんですよ。それでまた、まあ、どうしてもね、やっぱりそれだと、まあ、落ち着かないんで本読んじゃったりもするわけですけどね、とにかくまあ、そうやっていくプロセスの中でですね、精神はですね、だんだん浄化されていくから、さまざまな、なんつうの、ぐちゃぐちゃから解放されてきますから、その分楽になっていくと、単純になっていくということですね。だけど、そうやってどこへじゃあ、行き着けばいいのかと。言うと、そういう、なんていうの、知識とかそういうのがなくなったとき、空っぽになったときの、そこんただいまの私という行き先があるだけなの。だから、私というのは、瞬間瞬間のにしか存在しないんですから。継続的に存在してないんだ。私は瞬間にいるんだよ。私というのは、今ここにいるわけです。今この喋ってるのが私であって、5分前はもう私じゃないし、1分後も私じゃない、1秒後も私じゃない、この瞬間にしかない。また皆さんの私というか、皆さんはこの瞬間にしかいないんだ。だから戻るところはこの瞬間しかないんだ。そしてこの瞬間は気がついてみれば無限絶対のもので、これが一つになってたところだということに気がつくだけだと。ただこれはそれでまあ他の宗教なんかもそうだと思うんで、まあこういうことだと思うんですね。でまあそういうことだね。でまあ理屈はこういうことであれしたとしてもですね、なかなかするにはまあそうは簡単にいかないんで、でそれはそれでさっきの話と矛盾しちゃうかもしれないですけど、修行する人は修行する、それで
まあ、修行も別にいろんな修行の仕方があるって、修行って言葉でよくないんだけど、あの努力するっていう、まあ、努力は努力なのかどうか、努力っていう感じもしないんだよね。達成すべきもんがないからね、ないですからね、努力じゃない。とにかく何とかしなきゃということで、何とかしてやろうと、こう妥協せずにやっていくと、こういうことなんだと思います。だからまあちょっとあのなんか取り留めもなくなってしまいましたけど、またこういう感じで、今度、まあ、ライブもやってまたやりますけど、まあ、こういう感じで、ちょこちょこアップしていこうかと思ってます。よろしく、ありがとうございました。終わります。